どうも。こんにちは。こんにちは。こんにちは。まさかのおまけ2でございます。おまけでございます。はい。もう結構楽しみにしてくれてる人も結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけどね。どうなんだろう。大好評。大好評で。おまけ。おまけ。おまけ。しっかりとおまけ公開しておきましたよ。あのメルマガで一切告知してないですけど。おまけですからね。今回おまけ2ですから。おまけ2でございます。いやでもね、今回ゼロワン入会された方はこの黒子との初回セッションからの3ヶ月ということでね。はい、そうですね。もう初回セッションされた方は、はい、もうたくさんいらっしゃいます。あ、はい、はい、じゃあ3ヶ月スタート。はい、スタート、スタート。まあ初回セッションはどんなことを、まあ結構まあ何人も話したってことなんですけど。あ、はい、そうですね。あの初回はもう基本的にもうあのお互いのことを、例えば今どこに住んでるんですかとか、そういう身の回りのことから。いる、まあ、それいります、いります。それいるんだ。すっごくいります。へー。それはなんかブックメーカーに関わる。全然関係ないです。関係ないよね。関係ない。いや、いきなり入ってもらって、うん、まあね、こうかしこまっちゃうというか、やっぱあの結構緊張されてる方多いんで。あ、まあまあラポールね、うん、ラポールの架け橋ね、そうそうそう、引き継ぐために。そうそうそう。まずは出身どうなんですか。そうそうそう。まずはもう、うん、自己紹介。そうです。で、黒子さんなんか意外となんか話しやすいですね、やっぱりみたいな。やっぱり、やっぱり、やっぱり。もう動画のまんまっすね。なんかそんな感じだった。あ、じゃあ、ということは、うん、そのおまけ動画見てくれてるってことか。まあそうですよね。いや本当にそうだと思います。あ、なるほどね。でそれでも普通に話しながら、年いくつですか。うわ、年近いとか言って、楽しい、やったやったとか言って。もうそんな感じで、結構まあ、あ、じゃあ、あれは借金のことは聞かれた、聞いて。借金のこと聞かれてはないですね。あ、まあスカイプ、その、何でしょう、1回目には聞かれてないですね。あ、じゃあこれから黒子さんの、黒子さん借金、あのちょっと余談ですけどって来るかもね。はい、可能性ありますね。え、今回ね、借金が結構ある人が多くて。はい、ああ、はい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 、うん、ね、黒子さんも借金1500あったわけじゃないですか。はいはいはい。印鑑をして。はい、印鑑をして。保証人。はい、保証。連帯保証。連帯保証人。連帯保証人。はい。はい、だそのね、1500万の借金を背負ってて、今返済して、その、先生ですから、その人が先生になるんで、はいはい、まあ、借金がある方は僕ね、めちゃめちゃ心強いと思うんですよね。お、はいはいはい。だってそのセッションしてくれる黒子ちゃんが1500あって、はい、それ返済した、その人から襲われるわけだから。まあそうですね、はい、これめっちゃ心強くないですか。まあそうですね。あれ、僕の知る、僕のお問い合わせのそのデータを見る限りでは1500以上の借金の人はいなかったから。あ、なるほど。まあ、そう何百万、うん、まあ、うん、多い人でまあ700、800かな、うん、確か、うんうんうん、まあもっといるかな、いたかな、いたかもしれない、すいません、うんうん、まあでも1500もまあまあはでかいんで。そうですよ。すいません。そうなんですよ。確かに。うん、あ、その借金、あ、ちょっとすみません、黒子なんでね、あの、はいはい、すみません、あのこれ、これしちゃったら言いたいからね。すみません、ちょっと飲み方汚いです。あの借金を返す心得をちょっと、心得、心得、その1、その1、はい、逃げないことですね。逃げない、逃げない。もう、ね、どういうことですか。あの、迫り来るじゃないですか、やっぱり、あの迫り来るね、月末ね。迫り来るでしょ。月末のあのドキドキ感。やばい、やばい。しかも僕はあの20日と末とってこう分かれてたんで、うん、ああ、分かれてたんで、うん、20日が過ぎても次末が来るんですよ。一山二山越えなきゃいけないんですよ、うん、でも僕はもうちゃんともうあのもう無理だったんで、うん、まず絶対返せなかったんで、最初のうちはもう誠意を込めて、うん、もう支払いの前の日、うん、19日、うん、19日各社、うん、各社各社各社に各社申し訳ございません、お支払いが遅れるかもしれませんと。でそれでいろいろこうなんとかこう工面して工面してって感じでこうやってたんですよね。あ、でもそれはちゃんとあの礼儀あるみたいな。そう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 、すいません明日支払い日なんですけど申し訳ないですみたいな、はいはい、それを一社一社で電話してたと。一社一社で電話で、その担当の方、それはどういうふうなリアクションもらえるの。あ、そういう時はもう、ああわざわざご連絡ありがとうございますみたいな、うん、はい、で、ある時気づいたでしょうね、うん、こいつ多分ダメなんだろうなダメなんだろうなみたいな。で、それでちょっとこうなんか債務整理とか、うん、そういったあのご提案をいただいて、
あ、向こうからね、はい、向こうから、まあ、こいつ無理だな、回収不能だな、そうです、債務整理、そう、他は他つか、つまんでんだろみたいな。いくつあれ、他にもありませんか？ありませんっつって、もう一応、あります、不安を、いや、不安に思わせちゃいけないから、はい、ありません。いや、そこは嘘をついてね、はい、なるほど、ね、ついていい嘘を。で20日が過ぎた頃にこの松が来て、で松もなんとかこのまた各社電話して、はい、一通りあのお約束をしてですね、で、まあ、ちゃんとお支払いするんですけど、遅れですけど、ああじゃあなるほどね、ちゃんとその遅れるっていうのを連絡しつつ、遅れたけどしっかり払うと、はい、すごいね、それまではなんとかみたいな、でもやっぱりイメージができるじゃないですか、あこの日にこれが入ってくるからみたいな、その副業始めてたらですね、あその頃やってたあの早稲田さんとねやってたやつで、こうお金があこの日にこう入ってくるから、あこれでこことこことここ行って一旦ここ我慢してもらおうとか、そんな感じで、じゃあまず心得はやっぱまあ一応そのちゃんと礼儀をたた礼儀もして、もうで逃げないと、逃げないちゃんと払うと、はい、手を挙げるのは簡単なんですよね、でももう一生それも残りますし、それだけは避けたかったですね。なるほどね、はい、結構大事だねそれね、じゃあ心得その2、やっぱり稼がなきゃいけないですね。まあそれそうだね、稼がなきゃ、これは謝り倒してね、なんかゼロになるわけじゃないから、まあそうだ、そうだからもう早くその稼ぐそのスキルというか、それをもう、もうがむしゃらにやるしかないっていう、で会社でね、あのその昇給してなんかお給料が増えてなんかお小遣いが増えるとかなれば、まあ、そこから出せますけど、でも実際無理な話なんで、そんなすぐすぐは、だからもう副業、まあ、その時あの YouTube で稼ぐとかっていうのドリアカのやつ一生懸命やったりとか、その和久さんとの副業をもう一生懸命マジでもう寝てないっていうぐらいまでもうひたすらやったというわけです。ただそこに確証はなかったですよ、その多分 YouTube で稼げますよって言われても、その本当に YouTube で稼げるかどうかは全く実感がなかったんですけど、でもそれを信じてやるしかなかったっていうか、もうまあそうやね、まあやるしかないよね、やるしかないからね、そうだからもう早く一日でも早く実ることを、だ稼ぐスキルをつけるというか、その心得にはやるしかないと、やるしかない、やるしかないマストだったマストでやるしかない、俺に寝る時間は出ない出ないといつまでもこの20日と30日にこのワクワクドキワクワクドキに苦しめられるそしたらある時からあのちゃんとその20日の日にきちんとお支払いして、で30日の日にもお支払いしてみたいなことができるようになったので、あやっとなんかこう乗ってきたなっていうところで、でそこからまあ少しずつその 倍ずつぐらい払えるようになってきたりとかして、もう一個ずつ潰していきました、ね、なるほどね、はい、じゃあ最後3いってみようか、3絞り出して3か、心得、借金返済、心得、その3、その3、その3、人から借りるな。ほう、そのあれは自分で稼いだ気になっちゃうんですよ。あれめちゃくちゃ怖い。あれめちゃくちゃ怖いですよあれ。なるほどね。はい、あれ一番ダメ。いやでもね、まあ僕人から借りるってことはなかったけども、あのまあ無人契約機でね、はい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 、契約完了すると困ってたお金がウィーンって出てきて、あれこんな簡単に札束出てくるの。なんかねあれ俺の金ちゃうみたいな、いやあれね、でまあほんとねアコムとか約束、まあいろんな約束さんあると思うんですけど、あの契約決まるじゃないですか、でビーって出てきて、あれみたいな、こんな簡単に金出てくるんだみたいな、あれちょっと錯覚しますね、錯覚する、いやそこは支払、このお金の支払いに困ってたのにもう一緒に出てくるなみたいなでまたあのね そこにまたあのあともうちょっと借りれますよみたいな余力があるわけですよねあれがまたダメなんですよね、いやだからね当時ね僕あのなんだあの返すとまた余力出るじゃん、そう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 、アコムのカードですよ、確かにアコムのカード、もうキャッシュカードじゃアコムのカードってキャッシュカードちゃうのにキャッシュカードみたいになっちゃう、そうそうそうあとなんかあといくら使えますよみたいなのがなんかなあれが自分の金みたいですね、そうそう貯金みたいな、そう分かるあれが分かる、あれはダメ、騙されたら、そう、いやあれね本当ね、あの多分ねすげえ分かる人いると思いますよ僕、いや僕も借金あったんで僕も返しました、店もあったんですけど、
あれね、錯覚するね。錯覚でしょ。あれダメ。あれは騙されちゃダメ。そう、自分で貯金してる金額感じる。なんか銀行口座みたいなね。残高があといくら下ろせるみたいな。わかるでしょ。あれはダメ。いいじゃん、心得その3いいね。めちゃくちゃ、あれは思いましたね。もう共感しか生まれない。共感、共感しか生まれない。借金あるあるみたいな話で。借金あるあるの共感しか生まれない。いや、それわかるもん。俺もね、あのアコムの、あの本当にあのキャッシュカードと思った時があったからね。はい、それでしょ。あ、10万あるわとかなんかもう。そう、いや、でも助けられたけどね。まあまあ、そう、まあ、助けられたのは事実ですよ、ね。事実だけど、事実なんですけども、うん、はい、そう、あれはダメ、うんうん、だから錯覚するなと。錯覚するな、妄想するなと。あれは確かに、あの、なんすか、しのぎにはなるんですか。しのぎにはなるんですよ。しのぎにはなる、しのぎにはなる、しのぎにはなるんだけど、自分の金じゃない。そう、結局またその人 の, せあの支払いの催促が来るから。そうだね。そうそう、あれは意味ないです。そ う, そう、まあ 18% ぐらい上乗せられますから、ね、そうですね。そう、ギリギリのね、そう、抜きますから。そうです、あれ、ね、いや、確かにいいね、その3。そう、その3、いや、その3大事ですね。いや、これ本当錯覚しますからね。錯覚する、あれダメ。いや、いろんなとこから借りまくってると、そう、錯覚しますから、マジで。あれかん、また簡単にお金出てきたなみたいな。ね、あれなんか魔法の玉手箱なんですよ。ね、そう、悩んでるわけじゃない、金に悩んでてね。そう、なんかちょっとなんか契約できたらね、ウィーンみたいな、ダダダダダダ、おーいみたいな、なんか導かれてる。あれはね、ちょっとね、あれがダメ、あれ感じがするね。あれ感じがした、本当にしちゃうから。あ、これせたと思うんですよ。そうそう。なんかね、借りるまではめっちゃ惨めなんですよ。うわ、俺こんなとこまで来ちゃってたんです。で、なんか出てきた瞬間、あれみたいな。で、しかもそれに慣れちゃうと、なんかそれ、もうなんかいい汁吸っちゃうみたいな。そうそうそう。もうなんか次行く時、もう余裕だぜみたいな。もう契約余裕みたいな、早く金来ないなみたいなね。で、一番最初はね、うわ俺落ちたな、うわーみたいになって、カメラの向こう側の人どうやって見てんだろうみたいな。ファックスこう送ってね、ファックス送って、あ、こう、ま、あーみたいな、免許証もね、免許証で電話来て、あ、あの出身って、あ、はいみたいな、俺も落ちた。だからね、金出てきた瞬間、おおみたいな、おおみたいな。めっちゃわかるよ。わかるでしょ。めちゃくちゃわかる。あの、これね、慣れちゃダメですからね。これ無人なんですよね。そう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 。完全に無人。これね、本当ね、わかる人にはわかるね。わかる。で、契約書がなんかファックスが来る。懐かしい。いや、でもね、それ慣れるとね、やばいっすよ。やばい。なんかもうなんか余裕なんですよね。あ、なんか、まあ、早く来ないからみたいな。常連人。常連人。めっちゃわかりますわ、それ。いや、ほんとね、結構その3大事っすね。はい。いや、ほんとにこれで、多分ね、借金をガンガンしちゃう人って多分、そうなってると思う。なってると思う。そう。いや、俺も一時期ほんとなった時あるから。ですよね。で、ふと気づいて、あれ減ってねえし、返す金額どんどん増えてんだ。だってね、借りたらまた上乗せされるからね。そう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 、あれはね、生き地獄だね。そうそうそう、生き地獄。多分このまんま俺死ぬまで払い続けるんだろうなみたいな思いませんでしたから、ね、そうそうそう。一生消えないですよ。うん、だから自分の金ではないと。そう、いや、ほんとね、これね、普通の人からすれば、いや、当たり前じゃないですかってなりますよ。なるんだけども、ならないって、ね、ならない。なぜなら明日4万円も払わなきゃいけないみたいな日が来るんですよ。そうなのに今手元ない。いや、あのね、もうその支払い日、あと4万足りない、ウィーンって出てくるね。いや、あれ勘違いするよね。よし、金作った、そう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 、今日もしのいだみたいな。何もしのいでない。何もしのいでない。何もしのげてない。何もしのげてない。何もやってないの。負債増えてない。そうそう、何にも増えてない。それでなんか勝った気になっちゃうっていうね。そう、稼げる気になってる。そうそうそう、あ、俺しのいでるみたいな。そう、勝った気になってるっていうね。そう、あの、何なんだろうね、あれね。で、日本全国に同じ今境地に立ってる人がいるんだろうなと。うん、多分僕みたいな明日4万円払わなきゃいけないから、多分全国に腐るほどいる。いや、だからね、消費者金融ね、儲かるよ、あれは。で、絶対儲かります、あれ。あれは儲かるね。でも、まあ、トリパグレもあるかもしれない、ね。まあ、トリパグレもあるかもしれない。まあ、それリスクはあるけども、うんうんうん、
やっぱ黒子ちゃんと僕みたいにね、ちゃんと律儀に払うお客さんがいればね、ええ、僕なんかあの返済した後ね、いまだにモビットから来るからね、あの DM が全額返済されたあなたへみたいな、貸せますみたいな、全額返済していただきありがとうございます、また貸せますんでみたいな、モビット来ますよ、モビット、モビット来るんですよ、モビット。三菱 UFJ バッグだったかな。なかなかやっぱ営業すごいね、さすが、やっぱ大手はやっぱ信用ついたんでしょうね、全部返した、全部返したからね。なかなかいないでしょうね、全部返せる人って多分。そう思いますね。僕は思うな、あれ多分抜けてない、ね、そう、全額返済したあなたへみたいに来るんですよ、絶対。そうだと思う、ビップですよ、そう、ビップになってる。いや逆にな、僕もまあ僕な、そう、この前ちょっとびっくりしたのが、これ本当びっくりして、あの DM が来て、ほ、このね、すげえすごい DM が、ここすごい、なんか、あなたへみたいな、特別あなたへみたいな。DM 何かっていうと、あのね、あのアメックスのプラチナカードのお誘いの、こうすごいなんか冊子めっちゃ入ってて、まあ、年間13万でしたっけ、14万か、DM が来ましたよ。はあ、まあ、どこの信用情報が回ってるのか分かんないですけど、確かに。まあもう一度、いやちょっとね、プラチナ DM 来たからね、確かにそれすごいですね、うん、ちょっと嬉しかったね。はあ、プラチナ DM 来たわ、それ来るんですね、来た来た。まあでもまあそうか、銀行口座に入れてるか分かるんでしょうね、だから。いやでもね、俺クレジットカードもね、あ、そこの前ね、ヤフーカードもね、限度額100万になったの。はいはいはい。だから結構今楽天カードも限度額100万で無料でね、はいはい、でヤフーカードも限度額この前100万になって、はいはいはい、初回30万だったの限度額、はいはい、だけどこの前100万になって、はい、であとイエローハットのクレジットカードもあるんだけど、これオリコなんだけど、これも100万なの、はい、だから無料のカードで100万100万100万で、であと三井住友系列のが70万なので、これも無料で、だから無料のクレジットカード枠で370ぐらいあります。すげえ、多分それだろうね、それだと思うんですね、うん、であと会社のカードは150ぐらいあるから、あ、限度額だからマックスカードだったら500以上作れる今。すげえ、だから多分ね、それで来たんじゃないかなと思う。あ、それだ。じゃヤフーカードはね、ずっと上がんなくて一回落とされたの。いや30万の枠だと、まあ、すぐなくなるからね。まあまあまあ、いやだから要は繰り越しじゃん、だから15万使うと、あ、そっかそっかそっか、15万使った、だ今月15万使う、うん、じゃあ来月15万しか使えないの。この15万円分は月末払ってからバックだから、はい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 、30万の枠があっても毎月30万使えるわけじゃなくて、はいはいはい、なんかそれがねしんどくて、一回自分でね申請したの、はい、2回落とされたからね。だからなんか50最初申請して落とされて、はいはいはい、じゃあ40なら10万ぐらい上がんじゃねえかなみたいな、はいはいはい、40も落とされてマジかマジかみたいな、いつまで100万になってたすげえ、だそれもあの今ペイペイとも連動して、まあ、ペイペイもずっと使ってるし、まあ、カードの滞納もないし、はいはいはい、なそれ信用溜まったと思うね。あ、絶対溜まってますよ、うん、間違いない。だって滞納これないもんカードの。あ、すごいね、1回も。ああ、それはすごい。そう、しかも毎月こう買ってるし、もうこれも買ったからね。あ、まあそうそう、こうヤフーカードで買ってるから。そう、ヤフーカードで。さすが。確かにな、それは大きいですね。うん。だからやっぱね、信用を貯めるってのは大事だね。大事、大事です。ちなみに、うん、僕あの楽天のあの会員、年会費1万円かなんか払う。ってなんかゴールド、ゴールド、あ、ゴールドね、はい、楽天ゴールドね、はい、ある日会員から外されましたからね、強制的に。え、僕のあれがバレて、え、楽天カードのゴールド外されたの。外された。なかなかファンキーだね。だからその1500の時にいや逆になんでゴールド持ってたの。あの それまではもう普通でしたからね。あ、そう、連帯保証人の印鑑を押すまでは、はい、普通の普通の感じで、はい、はい、感じでしたから。あ、そっかそっか。あ、落とされたと思って。え、なんでゴールドにしたの。なんかさ、見え。いや、あのですね、ゴールドにしたら、あ、ポイント貯まるから。そう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 。なんかそれでなんかホテル泊まったらなんか入ってくるみたいなやつがあって、で、出張するから入ってた方が絶対お得だよねってことで入ってましたね。なるほどね。そう、それが、うん、楽天側かな。あ、すいません、すいません、あなたゴールド無理、会員じゃないですみたいな剥奪剥奪ゴールド剥奪。ゴールド剥奪。
もうオリンピックで金メダル剥奪みたいなね。もうそれぐらいです。もう確定してたのに。ダメです。もう持ってるのに。契約したのにみたいな。もうダメみたいな。だから僕その時にああやべえなと、うん。いよいよこれもう情報もうバレてるなと思って。うん、なるほど。はい。それは思いますけどね。うん、でもだからすごいなと思って。でもなかなか作れないでしょ。まあそうだ、だって僕アメックスのカード持ってないし、アメックス、ああ、そうそう、もうアメックスのカードって嫌いなの、だって年会費取るじゃん。ああはいはい、はい、そういうことか。そういうことか、なるほどなるほど。でもね一回ねプラチナ考えたね、やっぱそのカードねなんかいいらしいの、はい、なんかそのなんか違う質感で出てきてるらしくて。質感、そう違う質感で出てきてる、なんかへえ、そうで、アメックスのブラックカードは年間30万ぐらいでしたっけ。そうだから、ブラックに行きたいんだったら、まあ、プラチナめっちゃ使い込んでずっと信用貯めたらブラック来るかもねっていう感じですかね。はあ、なるほどな、うん、それすごいな。でもね、なんかね、13万年間、まあ、確かに金使うのに金使うみたいなね。よくわかんない、ね、よくわかんない、よくわからない手数料。いろいろね、そのパンフレットにこんな特典あるぜっていろいろ書いてあるんだけど、あ、はいはい、いや、使わねえなみたいな。確かに、絶対そう思いますいや、逆にこれ、14万円分の特典使うために必死こくのもな、でも動画のネタにもなるしな。うわ、いやでも14万は高えなみたいなね。確かに確かに。そうだ、まあ結局ね、まあだから、あ、そうだと、これはあの DM 来たから別に入らなくても、入る風、入る風というかね、なんか悩んでますっていう動画いっぱい撮ればいいよ。発想がすごいな。入らんけど、入らんけど、こう来たから、それを武器にどうしようかなっていう、得点こんなのありますよとか、なんかそれ撮ればええみたいな。プラチナカードを入らなかった理由5、はい、みたいなね。これいらねえんじゃん。あ、これじゃリスクゼロでいけるやんみたいな、そうですね、っていう答えに行き着いた。なるほど。いや、もうだって無料のカードでそんだけ分かるから、もういらないですよね。確かに。いらんし。いらないやん。そんな毎月500万の買い物1000円やろ、さすがに。しないし、しない、しない。もうね、一回懲りてるから。一回懲りてるから、もうそうです、使いません。そうそう、まあ、最近白子だっけ、白子、はいはい、白子に金払ってない。白子が、はい、そうです。もう4白子ぐらいしました。あ、4白子したんだ、はい、いくらかかったの4白子は。4白子は1回20。あ、1回30、2回20。あ、いや全部で、あ、1回4から5ぐらいしますね。その4回で20万。そう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 、4白子、そうそうそう、4白子で結構高いね。結構白子さんは成長、受精というか、あれはなったの？あ、まだまだ。20万払ったけど、その白子は死んじゃった。はい、なるほど。白紙になります。白紙、白紙。白紙になります。はい。じゃあ黒子さんの白子がちょっと弱なんだね。弱なのかな。弱モード。黒子の白子弱モードみたいな。あと聞いたら、ね、今日じゃない、うん。数はあると。あ、数はある。数はある。数はあるけど弱いん。元気がないやつ。なるほどね。で、なんか、なんだろうな、なんか薬薬かなんかで、うん、要はもう白子たちをもうお尻を叩くみたいな。そんななんだ。もう強制的に元気を出すみたいな。そんななんの。でそれで多分その4ぐらいかって、合計で。ああ、それをするために、そういうのも、はい、含めて20万。はい。へえ。ただ一番きついのは朝の6時に出さないといけないんですよ。朝絞り。あれが一番きつい。朝絞り。あれが一番しんどい。朝絞りするときはその道具はどうしてんの？道具はもうスマホでなんか見んの？もうなんかそういうのを見て。朝から発情。俺何してんだろうって思って。便所で。中学生かみたいな。俺何してんだろうと思いながら。でなんか容器に入れんの？白子。よ、そういう。で白子ってシール貼って。で嫁に渡すんですけど、はい、なんか恥ずかしいですよね、やっぱり。なんか、うん、そうだね。まあまあまあ大変だね。大変ですけどね。でも全然子供がね、やっぱできるっていうのもそれこしたことないですからね。まあでもね、それを聞くとなんか子供に聞かせたくないよね、あんまりね。そう、聞かせたくない。あなたはこうやってできたんだよ。トイレの朝絞りみたいな。
トイレの朝仕事でできたんだよな。確かに。なかなかちょっと子供に言いづらいね。言いづらいです、言いづらいです、言いづらいですね。あなたはトイレの朝絞り出てきた。絞りたて。なるほど。ただやっぱりもう次はだからもうできないからもう今度は体外受精になるかな。ああ、じゃあその卵子をこう持ってきて顕微鏡でこう入れるみたいな。なるほど。でそれを元に戻すみたいな。あ、じゃあそれは結構また高いんじゃない。高いです。高いよね。だって卵子を抽出して、そうでこうなんかスポイトかなんかこうやる、なんかやる見ながらこうやるんでしょ、うん、でそれで30から40。ああ高えな。1回でで保証はされてないから、うん、絶対できるって保証はないんですよね。いやきついねそれ。一発30。まあそりゃそうだ、そんぐらいかかるよね、だって卵子取ってこう入れてってまた戻してね。そう、保険適用外ですからね。まあそりゃそうだね。何百万か使う人いる。まあまあ、なんか何千万使う人もいるっていう。ただまあポーンっていう感じです。うん、前だったら多分死ん、まあまあ無理だね。無理だったんですけど、あコム様すいません、そうもう行くしかなかったですね。あのカードどこに置いたっけな。確かにな。でもそれはまあちょっとできるといいね。そこいやいや本当に、うん、本当そうなんですよ。何のねちょっと、うん、どっから脱線したんだっけ、白子だったっけ。白子も脱線してるの。あ脱線、白子も脱線してる。じゃあちょっと借金返す、こうその3から発展そう3の確変だね。そう3の確変。ずーっと続いてたチャンスゾーンが。じゃあそろそろもういいかな。もういいかな。うん、30分でいい。おまけだしな。おまけだし、ね、これ一眼もねもう終わる。もう限界よ、はい、うん、まあ、この後ちょっとね、あベンツ取りに行かないといけないです。あそうですね、それ取っときましょう。そうベンツをね。おまけなんかもういいから。はい、ということで最後締めていただいて、はい、いつものやつかいつものやつか。はい、おー締め。え、これ何？あもうゼロワン入会された方向けです。向けですね、はい、なるほどお金も入金しましたっていう。はい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 、はい、まあ、まあ、もうクロコンのセッション受けた人もいれば受けてない人もいるかもしれないですけど、とりあえず入会された方。あ、なるほど。まあ、まずはもうご入会いただき本当ありがとうございました。で、3ヶ月という期間はですね、本当あっという間に過ぎます。だから一日一日を大事に、もう今日はブックメーカーやってないななんていう日があっちゃ絶対ダメです。でないと3ヶ月後に稼げてるなんてもう無理です。とにかくやってください、前に進んでください、それだけです。何かあったらすぐ電話じゃない、スカイプの予約をしてください、はい、全部解決します。よろしくお願いします。はい、ということで、まあ、本当ね毎日やってください。毎日はい、あのね休みは許されないです。許されないです。いや本当ですよ。いやこれ厳しいかもしれないですけど、人生刈り取るわけですから1日も休んじゃダメですよ、はい、農家の方なんか1日も休んでないですよ。そうですよね。そうじゃないですか。朝から、ね、米作るのにもなんか台風来たらかやってるだろうし、うん、休んだからね、まあ、鷲津さんとの対談でも言いましたけども、自分で稼ぐっていうことはそういうことなんです、はい、毎日働くんですか、嫌だです、そんなバカかと。バカかと。バカかですね。当たり前だろと。そうそう、だから本当に毎日やるんですかみたいな、当たり前なんで、そんな。そうですね、はい、でもまあ、何度も言ってますけど、それやりきったら楽になるんですよ、うん、でもそれやりきらなかったらずっと大変ですからね。お金の問題つきまといますから、うんうん、100年あんな80歳の時どうするんですか、うん、70の時どうするんですかって話ですよ。自分で稼ぐスキルがなかった場合、うん、給料もらえますか、70になって、はい、80になって給料もらえるんですかっていう話で、お金必要ですよと。退職金もらえますか、年金そんなに大金もらえるんですかとって話です。はい、はい、ということで毎日やってください、はい、毎日クロコ、毎日クロコ、毎日クロコ、はい、毎日白子も OK。 月に1回ね、あるけど。いや僕結構ね毎日、あでも最近ちょっと衰えたな、ね、けど寝る前の習慣で毎日白子、なるほど、その毎日白子を出して寝るっていう。なるほど。あでも昨日した、昨日夜。ちょっとこれおまけ、これおまけ。そう。いやでもね結構大事ですよ。大事、循環だからね。そうだって飯食ったら出すでしょ。出す。だからそう、白子もやっぱ循環していかないと。そうもちろんです。これ大、すみません、女性の方ちょっと分かんないかもしれないですけど。はい、大事ですね、これね。今ね、あの毎日ですよ、これも、はい、
テリー伊藤さんがね、千本ノックだっていうね。テリー伊藤さんが言ってましたから、千本ノックだよそんなもんみたいな。なんかね、テリー伊藤さんに質問した人がいて、今もやってんすかみたいな。テリー伊藤さん、今もやってんすかみたいな。抜いてんすかみたいな。そんな千本ノックだみたいな。いや面白かった、まさか行く、はい、いや本当大事です、大丈夫です、毎日は毎日やりましょう、はい、やりましょう、はい、ということで、はい、終わりたいと思います、はい、この後ね、鷲津さんとのベンツの動画撮るんで、まあ鷲津のねベンツ見たいっていう方は、まあ、別枠でちょっと撮るんで、はい、まあ、見ていただけばいいんじゃないかなと思います、はいはい、あ、いや見ちゃダメですよ、ゼロワン入会された方は見るな。ゼロワンに入会した人は見る必要ないですから。そうですね。そう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 、それ大事です。そう。あのベンツ見る暇ないですか。ベンツ見る。ベンツ見てる暇はない。だけどベンツだぜみたいな、ちょっと伏線を張っときますけど、ね。見たくなるような。なるほど。そう。だけどその誘惑に駆られちゃダメなんです。あなたがベンツを買えるスキルを手に入れることがまずは優先ですから。そうです。人のベンツ見てもあなたベンツ買えないですからね。そう。そういいなってなるだけ、そういいなって、羨ましいな、ムカつくなっつってね、あのクソみたいな、あの傷つけてやるみたいに、そうなるだけなんで、なる、うん、はい、まず自分がベンツ買えるようなスキルを手に入れてください、はい、ということでございます、はい、では終わります、ありがとうございました、ありがとうございました。